皆さんこんにちは、長崎のぞみです。今日はですね、愛知県の刈谷市にあるトヨタ自動織機というチーム、織機さんのチームに取材をしに来ました。トヨタ自動織機ソートボール部はリーグ優勝8回、日本選手権優勝4回などをしている超強豪チームです。鉄壁の守備軍やトヨタ自動織機美人特集、さらに最強投手軍や強力打撃軍など、トヨタ自動織機が大好きになる企画盛りだくさんなので、ぜひ最後までご覧ください。スパイクで走るんですって。ソウタはこのボールを使ってやる、なんかゲームをしながらこうフィジカルを鍛えるじゃないけど、切り返しだとか細かい動きをやるのが結構多いと思います。他のなんだろう、競技は分かんないですけど、ソウタは結構こうやってボール並べて取ってまた置くとか、これめっちゃ多いと思う。どこでもいいんですよね。最初は絶対 OK で、もう今ちょっと目の前暗くなってきてタイヤ市の中で意識されてる、意識して取り組んでることとかってあったりしますか？そうですね、やっぱりポジショニングも試合になったら結構大事なので、その辺のコミュニケーションをしっかり考えてみました。ノックで意識されてることがあれば教えてもらいたいな。はい、ノックはスピード感を意識してます。やっぱり外野手取ってから投げるまで距離が遠いので、打球の入り方で意識していることってあります？あんまり正面に入らないことです。近いので正面に入ってしまうとめちゃめちゃ怖いです。脇からこう見るようにどっちもしています。はい、ペガッ、よし、
って早く投げるかっていうのがめちゃめちゃ大事 であとはなんかこうランナーがついて例えばランナー二塁に投げるタイミングでこう取る側が中に投げてほしいのか外に投げてほしいのかっていうのはもう野手が取る前ぐらいに声をかけないと意思疎通ができないんですよ。だからランナーが外に逃げてきたら中って言ってもらわなきゃいけないし、そういうのがね本当にねすごい早い時間の中でやらなきゃいけないから本当にそこら辺はねこう内野手すごく大変というかお互いが分かってないとプレーが成り立たないんですよね。自動食器ソートボール部の強力打撃群に密着しました。私もバッティングに参加しています。